サンドウィッチマンのラジオやらせろ。面白いね。面白そうですね、これ。盲目の人が暗闇の中で刀持ってたら、今回のサンドウィッチマンのラジオやらせろは先週の続きをお送りいたします。もう無防備だからね、ということもしかしたら、ヒョロヒョロボクサーさん、 T シャツぐらい着ててもいいけど、12月8日放送会でホラー映画の話をされていましたが、はい、僕はホラー系が全くダメです、映画ではなくてもホラーっぽいのはできる限り避けています。グレープカンパニー公式チャンネルでサンドさんのコント、お化け屋敷が公開されてますよね、いつも複数の動画を連続再生しながら視聴してるんですが、特に寝るときはそのコントだけ飛ばしてしまいます。いや、あれも怖いのすみません。昼間は視聴できるんですが、どうしても夜はお笑いであったとしてもお化けは怖い。あれダメなの？ダメなんだ。よっぽどだね。ドラマや映画などでは恋愛系もホラー系と同じぐらいダメです。へー。彼女いない歴イコール年齢ということもあるのか、恥ずかしくて見ていられなくなってしまいます。そもそも僕は登米市の岩手県境付近の出身で、地元にいた時は最寄りの映画館が石巻の映画館でした。周りの同世代の人たちには休日には友達や恋人などと映画を見に行ってるという人も多くいました、そのことに対して、なんでわざわざ石巻または古川、時々仙台まで行くの、一年待てば金曜ロードショーで流れるじゃん、と僕は非常識な疑問を抱えています。なるほど。僕が映画館で見たことのある映画は、釣り吉三平とアバターのみです。つまり、僕の中の映画は2009年から更新されていません。さすがに時代遅れにも程がある気がするので、コロナの影響も考えながらではありますが、そろそろ映画館を見に行ってみようかなと思い始めています。ですが、テレビを持たない生活を2年以上しているため、世の流行が分かりません、もちろん鬼滅の刃も全く分かりません。こんな時代遅れの若造にも優しいおすすめの映画はありますか、よろしければ教えてください。はあ、やっぱホームアローンから見た方がいい、ね、売るやっぱりね、売るシックスセンスとかって、いや怖いけど、いや、でも映画館行こうかなっつってんのにホームアローン勧められてもやってねえからねまあまあ、今だったらほんと鬼滅、三国志とかじゃない、三国志も面白かったですよ、ね、見に行きました、大泉さんの、うん、あ、俺見たよ鬼滅、あ、見た、映画どうでした、面白かった、泣いた、泣かなかった、どこで泣くん、あれ嘘、何で泣いたの、いや、だから煉獄さんの生き様ですよ、俺だから未だにあの CM とかさ、あのネットとかでもそうだけど、あのこの間の紅白のそれこそ時もそうだけど、はいはいはい、あの映像流れると絶対泣くもんね、すげえな、お前の感情移入の仕方が、いや、もうああって、あ、そう、もう見たけどね、別に一回寝てて、一回寝てたら娘に起こされて、あの二人きりで見に行った、娘と、もうなんかその状況がすごく嬉しくて、うん、娘と二人、娘と二人でポップコーン、もう娘何回目よな、3回目、うん、で言ってくんのよ、この後ね言わないで言わないでそれっつって、でもやっぱ言いたい、知ってるから、ね、でも見てたけどね、泣かなかったな富澤どこで泣いたんだろうないや、だって宇宙村さんも号泣したって言って知らない人が見に行って号泣してる、そうだよね、いや、泣かなかった。お前映画見て泣かないだろ。泣くことある？泣いてるのあります。何で泣いてる？日はまた昇る。好きだな、西田敏行さんね。そればっかりだな、お前出てくるの。VHS とベータの。それは何で泣くの？最後の、もうこれ言っちゃうから。もう言っちゃう。これ最後のネタバレしちゃう。ここで。ネタバレするも何も。この映画を楽しみにしてる人が何人いるか知らない。まあまあ、最後、感動する。最後、超感動するんだよね。あの、社員みんながさ。煉獄さん、かっこいいな。煉獄さん、なかなかった。セリフがいいじゃないだって。もうどういうのだった、俺、まあこれまた言っちゃうとあれですけど。いや、別にいいよ、みんな見てんだから。鬼にはならないと、うん、人間っていうのは死ぬから、その
美しいというか、そういう内容のことを言うんですけど、うん、はあ、あ、もう覚えてないもんね。言ったそんなの。言ったじゃん、鬼と戦ってる時に。電車の中で戦って。でも外ですよ。あ、外、うん、うん。あれが出てくるじゃん、強い鬼が。うん。なんだっけ、赤座。うん。それと戦ってる時。十人貴族の。十二貴族またあんま言うな、お前、言われるから。上限。上限の3が出てくるじゃないですか。確か。で、戦いながら。うん。で、上限加減をまず知らなかったでしょ？知らないです、そんな。俺もそれ知らなかったんだけど。うん、それでもあんまちょっと入ってこなかった。おいで、そら、面国さんの親との思い出とかの回想シーンとかもあったじゃない。覚えてねえじゃないか、お前その顔が。ああ、お前は、ちっちゃい頃からこういう顔だったんだっていう。そこじゃねえよ。ひまわりみたいな顔してるでしょ。そうそうそう。おかしい。一曲。いや、フリスクさん。はい、どうも。この前、有言同士のお話をされていました、ね。ああ、私ね。伊達さんにとっては非常にやかましいメールとは思いますが。何ですか。霊言同士はフォーマであり、うん、他に新有言同士、うん、立体騎兵があり、うん、関連外伝がキライライキョンシーズ、うん、霊言同、霊言少女、うん、帰ってきた点々を入れて7作品です。いや、やかましいわ。もう一つ非常におせっかいとは思いましたが、上記に挙げた作品はすべて、もう一度言いますが、すべてアマゾンプライムビデオで見ることができます。これからもにわかの呼吸使いとしてリスナーを楽しませて。かましいわ。キョンシーの方泣けるよ。泣けねえよ、キョンシー。キョンシーめちゃくちゃ怖いからね。烈断先生。怖くて泣くんだよ。YouTube で楽しく聞かせていただいてます、はい。怖い映画の話をされていましたが、子供の頃に見たリングは怖すぎてトイレに行けませんでした。リングだ。大人になってから見直しても変わらず怖かった。うん、リングは見てない。俺ずいぶん前だけど、パチンコ行ったんだよ。うん、今、リングのさ、めっちゃ怖いやつあるの。知ってる？今。まだ今、もうあんのかわかんないけど、うん、台から手がこう出てんのもね。うん。台から？台から。昔ほら、やってた頃はなんかギミックでバーンと落ちてた。違うの。あれじゃない。手が出てて。台から。うん。で、手が。手が出てて、で、手のひらのところにレバーがあって、うん、それをこう、なんか前にやったり下にやったりするわけ。うん。そうそうそう、手がガチャって。自分の手に。自分の手に。それ怖え。うん、もう、びっくりするわけですよ。すげえ、当たるたんびに。うわっ怖いわ。なんでやるんだよ、そう。怖くて。で、その台の上に、あの透明なパネルがドンとあって、そこに、うん、もう髪の毛とかプワーってあるの、本物をね。気持ち悪いな。それが動いてるんですよ。怖えよ。すげえ怖えよ。あ、今そんななってるな。なってるね。リングと螺旋とかはやっぱ怖いよね。あの日本のホラーはさ、気味が悪い。うん、怖いっていうよりも。貞子、最初は。貞子。なんか見たような、見てないような。女優霊とか。ないんだよね、怖いよ。なんか今なんか言ったよね、ぐらいの怖さね。うん、タッチャーさん、はい、三国志の話をされていました、はいはい、結末は簡単に言うと、うん、曹操に仕えた軍師の子供や孫が、うん、曹操の一族を処刑して下克上する形で天下を統一します。え、そうなんだ。あ、そうなんだ。明智的な感じ、裏切るんだね。で統一、え、三国志で活躍した武将たちは誰も天下統一の夢を果たせません。あ、玄徳も劉備、うん、劉備だって結構早めに死にますよ。そうなんだ。鬼滅に続き三国志でも伊達さんのにわか仕込みが垣間見えました。それはさておき、伊達さん2021年の抱負をお願いします。特に真剣に見てる鬼滅に対して。それではまたメールします。鬼滅に対して、だってもう終わったんだろ鬼滅って。でもまたやるんでしょ。またやんの。多分続きがだってわかんないけど。え、その漫画は終わりましたけど、映画は多分その。映画に。映画でやっていくのか。やっていくんだよ。っていう噂ですけどね、まだその、確証はないですけど。だからすごいよ、千と千尋抜いてんだから。うん、なんでだろう、なんでそんな人気あんだろうね。あれ、だからさ、うん、なんか、子供だけではないじゃん、絶対。あの、見てる人ら、うん。だ、っていうことはですよ。うん、
新作が出ればまたあるぐらいの見る人がいるわけでしょ。気になるから、ね。あれすごいね、そうなると。なんだ出せば。子供はさ、どんどんじゃん。なんとなくほら、チャンバラとか好きじゃん。うん。だからわからないでもないんだけど、うん、なんで大人がそんなにハマんのかなっていう。なんとなくイメージする。キャラクターが結構一本立ちしてる子多いじゃないですか。その、うん、ちゃんとバックボーンがあって。だけど、それの感情でもみんなそうじゃん。感情移入じゃないですか。なんか、あれ昔より。すげえのは、一人一人のさ、あの、名前、めちゃくちゃじゃん、もう。うん。覚えにくいっていうか。俺、作者の名前が読めねえんだけど、あれ、俺も読めなかった。そもそも。ゆで卵とか、簡単に感じしておくんだ。ひらがなにしてほしい。うん。違うんだよ。いや、なんか、俺もだから、きっかけが子供が映画見たいっていうから連れてって、うん、見て、がなければ、見てないのよ。うん。で、見て、ああ、面白い。面白いのかな。面白いというか。でも、ハマったかって言われると。でも、また違う映画、また新作出たら行くでしょ。きっと連れてくるじゃん。だから、やっぱ、そうするとお前泣くんだよ。気になっちゃうからね、続きが。そこまで見ちゃったから。いや、その泣いてんだから、ハマったんですよ。いや、別にハマってないもんでも見たら泣くのよ。それは。じゃあ、ハマったから泣いてんの。ハマってないやつ泣かないんだから。じゃあなんか俺の中でハマるってもっとなんかグッズ集めたりとか、いろんなことをするとこまで行ったらハマってんなと思うけど、単行本全部集めるとか、そういうなんかものはないので、そこまでだなって。俺もテレビから入ってるからな、本を集めようっていうふうにはならねえんだよな。なんでじゃあ。うん。なんていうの？名前、後藤家小夜春先生。小峠じゃなくて。小峠じゃないです。でもそっから来てるかもしれないですね。同郷なんで、福岡出身の方なんで。福岡、はい、いや、小峠から来てるんだろ。いや、なんかその、これ絶対あれじゃないですか。あの、なんか芸名というか、あんな感じだから。すげえ儲かってるだろうな。もう噂ではもう福岡に帰られたみたいな。あ、そうなんだ。はい。すごいヒットだもんね。ちょっとね、もう時間もだいぶ過ぎてますけど ね、ホラー系のメールがまだ来てるんで、見たいんだけど、どうしようかな。じゃあラスト。じゃあまたね、次回ということで、ちょっともう一通だけ、はい、どっちがいい、これにしましょう。うん。アルインさん。はい、どうも。はじめまして。はい。ホラー映画のお話を聞き、ここ、ペンネームアルイン。と思い投稿させていただきました、はい、キョンシーや邦画のホラーは見たことがないのですが、うん、洋画は父の影響で結構な量見てきているので、はい、個人的におすすめの映画を3つほど挙げさせていただきます。聞きたい。1個目、レックレック REC レック、はい、前編レポーターのビデオカメラ視点となっており、消防士の密着取材中に通報があり、うん、現場まで同行した先で住人が未知の感染症により凶暴化しており、うん、建物ごと隔離され救いがない内側を撮影したパニックホラーとなっております。レック。続いて、うん、ミスト、うん、スーパーマーケット買い物中、突然霧の何も見えない中に何かがいるという恐怖の中でどんどん追い込まれていく人々の心理描写が面白い映画です。はあ、それがミスト。続いて、ハプニング、うん。突如として髪留めで自らの首を刺す女性。工事現場で次々と飛び降りる作業員たち。不可解な自殺が蔓延する中、わけもわからないまま生き延びるために懸命に逃げる人たちの映画です。ハプニング。PS。お二方が人生で初めて買った映画は何でしたでしょうか、うん、自分が初めて買ったのはつい最近で、香港国際警察、ニューポリスストーリー、ジャッキーちゃんです。この三つとも知らないですけど、どうもこの人の好みはそういうパニックホラー、ね。そうだね。だね。ミストね。ミストって聞いたことあるな。お化けが出てくるとかではないやつですね。なるほど。これまあ、機会があったら見ます。最近買った。うん、そうだね。映画をさ、買うっていうことなかったじゃん。うん。だいたいレンタル。俺でも買ったのあったよ。なんかどうしても何回も見たいと思って。あのね、渡里哲也さん主演の、新宿の街とかをもう全部使って、昔のやつ？うん。大誘拐？ああ、あったね。
ありましたね。大誘拐でいいのかな。なんかありましたね。あれ、あれめっちゃ面白くない？あれやってな、ないのかな、アマゾンプライムで。わかんない。なんか気にはなってるけど見た。大誘拐だったっけかな。あれすごい壮絶なオチなの。大都会じゃないか。大都会は警察。クリスタルキングじゃない。あ、大誘拐。大誘拐。大誘拐ですか、渡里さんの。買った。買った。VHS で。面白い。面白い。ビデオで。ビデオで、当時。大誘拐じゃないかな。なんだっけ。だから大誘拐ってあります、ね、ある？それ渡里さんのやつ。これですか。渡里さんじゃねえだろ。全然知らないおっさんの顔って思う。違うっけ。誘拐ですか。誘拐かな。大じゃなくてただの誘拐。誘拐、うん。あ、なんか気にはなってたけど見てないな。あれすごいよ。まあ当時なんだろうけど、どこまでがエキストラなのかなっていうぐらい、新宿駅の東口全部使ったりしてるんだよ。あのアルタ前とか。あれ面白い。多分今見ても面白いんじゃないかな。誘拐ですか？誘拐。誘拐ってあります、ね。渡哲也さんですか？はい。ああ、じゃあそれだ。ビデオ時代に買ったかなんかないな。だからなんか中古のエロビデオとかしかない。長瀬正人さん出てたかな。それこそ DVD だとなんかいろいろ最近買ったおジャッキーちゃん買ったの。なんか子供たちに映画見せたくて、うん、やっぱりちょっと、ね、うん、笑いが入ってる方が見やすいだろうなと思って、うん、なんだっけな、サンダーアームとか呉服製とか昔ああ呉服製ね、自分が子供の頃に見て面白かったやつか、あ、大服製とかこれかな、買ってねえんじゃねえの。違う、これ内容出てないですかね、これストーリー、はい、今見てもよくわかんねえな、これストーリーな。うん、なんかなんだっけか、あ、これこれこれだ、そう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 、これこれ何ですか、誘拐、誘拐なんじゃねえかよ。1997年制作だって、だからもう25、6年前だね、25年ぐらい前か、うん、になるのかな、誘拐、これぜひねちょっと見てほしいですよ、これ見れる、アマゾンプライムで、あれ見たい、あ、マジっすか、うん、見よう今日、誘拐今日でも夜あれありますよ。ん？中井貴一さんの記憶にございません。記憶にございませんね。あれ見ちゃうな。気になるでしょ。あれ、一回見たね。あ、見たの？でもあれ面白いよ。見てなくて、ああ、やるんだ、ちょっと。記憶にございませんね。撮ろうと。うん。あれは見た方がいいね。なかなか映画もな、見ようってなんないんだよな。でもステイホームですから。まあね。映画を見てす、ね、一日二本見て過ごすとか。それでもいいかもしれない ね、 ね、家でポップコーン作ってさ、だから最近はそのそれこそね、ああいうネットショッピングなんかもできてだいぶ安くなってるから、うん、いろいろ買ってますけど、うん、少林サッカーで子供に基本見てる。少林寺とか見せるよ、少林寺。少林寺はあれギャグじゃないだろ。頭で爆弾したりするやつだな、あれ。サモハンキンポーとかの映画見したら、いやだからそれ呉服製とか、呉服製とかね、あとユンピョンのチャンピオンとか、いやお前好きだな。お前の趣味がもう決まってるから、チャンピオンとか買って、まあ探して買ったんだけど、うん、もう日本語吹き替えがないのよ。あ、そうなんだ。あんまそんな人気があるものじゃなかったんだ。文字だとやっぱり子供がずっと集中力なくなりそうだから、あれなんだ、一応買ったけど、でタカさんこの間、うん、トーク魂 TV 来てもらって、いろいろ帰りのバスでさ、メジャーリーグ、メジャーリーグ2の話してて、うん、すげえ見たくなって、うん、買ったんだけど、うん、届かなくて、あ、そうだったんだ、うん、なんかトラブルがあったので、また注文し直してて、もうすぐ来る、うん、メジャーリーグ2とか DVD いくらで売ってるの？もう1000円しないぐらい、中古でね。ああ、そうなんだ、うん、あれ見れないのかな、アマゾンプライム。だから探せよ、アマゾンプライムにせえな。いや違う、お前、その、見れない。入りゃ見れるんじゃないの？あ、入ってないんだっけ、うん、そっか。あれを DTV でなかったんだ。ないんじゃないかな。いや、DTV も、
なんか縮小というか、あの機械で見れなくなっちゃって。あ、そうなの。うん。俺誰かにあげたな。俺じゃん。見ねえっつって。うん、見る。配線できないから見ねえ。そうそうそう、配線ができないから。うちにあるんだ。本当、うん。いや、映画見ましょう皆さん。ね、キョンシー見てくださいぜひ。うん、また映画のメールもね、もう映画富澤好きだからね、普通ぐらい来てたんで、また次回、うん、まあまあだいぶもう喋っちゃう、40分ぐらいしか、ね、あらごめんなさい、ね、ということでございます、はい、はい、また来週です。さよなら。サンドウィッチマンでした。